今日は天気がいいので自転車で丸広坂戸店へ買い物へ行くことにしました。撮影はキヤノンのデジタルカメラ G7X です。行く途中に梅の綺麗なお宅を発見しました。この踏切はとても狭くて車で通るときは難所の一つになっています。道幅も広く、これは自転車専用道路です。丸広に着きました。カレー用、カレー用、カレー用の肉と豚があります。牛、牛で、牛ですよ。お客さん、こちらの方にありますね。こちらの下のところに、あれです。はい。牛と黒毛がございますね。黒毛200。黒毛は200で。はい。ディナーカレー中辛。帰りは別のルートで帰ることにしました。東武東上線坂戸駅近辺です。これは東武東上線の越生線です。子供が電車を見に来ていました。この踏切も非常に狭いです。手持ちですけどもあまりぶれていません。これは国道407号線です。鶴ヶ島で唯一有名な龍神祭りを行う神田地域公園です。